はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらステップワゴンのね、モデル量 X です。はい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 、今日もやってまいりました、今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダステップワゴンモデュール X ホンダセンシングということで、こちらの車、448万円します。なかなかのね、なかなかの高級車ですよね。ベースグレードはね、E-HEV スパーダ GEX タイプになりますね。2リッターの2モーター式になりますね。この白黒でね、統一されたこのモデュール X の、ステップワゴンバージョンということで、ホンダアクセスと、土屋圭一さんがね、コラボして、空力をね、かなり考えられたこのボディになりますので、この下回りとかね、ほらこんな感じで、すごい空気抵抗をね考えられて作られてますね。あの空気の巻き込みとか、空気のこの乱気流をね、調整してるということですね。いや、シンプル大人かっこええな。ちょっとライトつけてみました。ウィンカーはね上の方につくんですね。モデュール X タイプは下に LED のねフォグランプがつきますね。横から見たらこんな感じです。いや、大きいボディですよね。こちらね、モデュール X の専用アルミホイールということで、16インチを履いておりますね。これもね、表面仕上げの黒いね、アルミホイールなんですよね。で、このモデュール X といえばね、この、サスペンションですね。この白と赤がかっこいいですよね。後ろから見たら、こんな感じです。2020年モデルから、このスパーダーも、このワクワクゲートじゃないタイプが選べるようになりましたね。これね、冷蔵庫みたいにね、開くんですよ。ちょっと開けてみましょう。こうも開くし。あ、これか。あ、こうね。こういう風に。こんな感じで。これワクワクゲート、こっからね、後ろから出入りができるっていうね、後ろにも出入りしやすい扉っていうやつですね。これ EHEV っていうね、名前に変わりましたよね。で、このモデュール X のエンブレム、いいね。いや、やっぱね、こういうところかっこいいですよね。で、リアスポイラーは、スパーダと一緒かな。ウィンカーはね、小さめにつきます。ではね、内装の方を見てみましょう。では、お邪魔しますと。おー。内装はね、こんな感じです。いや、広いわ。全体的にね、このブラックの、このピアノブラックですかね。これがね、すごい、目立ちますね。ツヤツヤしてます。で、シフトレバーと、コンソールボックスはなくて、ここにね、ほら、EV ボタン、この EV 走行ができます。で、パーキングブレーキにブレーキホールドシステムと。これいいね。で、ハンドルのね、すぐ横に、スライド扉のスイッチがあります。ちょっと押してみましょう。ほら、両面スライド扉ということでね。うわ、すごい。乗り降りしやすいわ。いや、これステップワゴンのいいところね。で、やっぱさすがホンダ、低床設計ということで乗り降りもしやすいですね。それぞれ独立式なので真ん中歩けます。こちら今3列目座ってます。あ、やっぱゆとりのスペース。あー、天井の照明がいいわ。こんなん、うわ、あ、これスポットライトもつくんや。かなり明るいですね。こういうのが 1,2,3,4 4つもねついてます。で、これワクワクゲートね、畳の、うわー面白い。はい、畳の、はい、面白い。あ、ちゃんと、ほら、フラットになるように、こんな板が出てきます。で、これで、後ろから、出入りが、できると。お邪魔しまーす。はい、こんな感じね。3列目ね、結構いいですね。ドリンクホルダーとかね、あって。ちなみに今、こちら、2列目です。これが最初からついてるのがいいね。こう、食べ物やら、ドリンクやら。ポケットもあるよ。で、ここね、コンビニのビニール袋とかね、ちょっとしたもんも引っ掛けられるようになってます。いやー、ゆとりの空間。すごいこれ、
バックモニターすごいわ。真上から見れる。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によし、ホンダステップワゴンモデル X ということでね、今走り出した瞬間ねすぐ分かったんですけど、足回りねめっちゃ硬いかなと思ったんですが、意外とそうでもないです。今までねモデル X5 ね結構乗ってきたんですけど、これ一番サスペンションの設定としては緩めの方かなと思います。でやっぱりこの2モーター式ということで、この EHEV すごいねやっぱ滑らかなパワーのある、なんかねすごい底力があるような感じがするんですよね。シートはそんなにね横へのこのなんていうのホールディングの良さっていうのはないんですが、全体的にねなんか大きいシートに座ってるなという感じはしますね。でこのヘッドレストがねなんかいい感じにこの首にねフィットグッとねしますね。お、巻き込み確認めっちゃ見やすい。窓が大きいなっていうのにねやっぱびっくりしますね。すごい視界がいいですよね。で今これ結構渋滞なんですけど、ほぼ今 EV 走行ですね。エンジンがかかってません。基本的にねガソリンエンジンの方はモーターに充電をするための機構で、でパワーを出す時にはねこのエンジンとこのモーター両方の出力をパワーとして使います。なのでかなり力強い走りがするんですね。ちょっと前が空いたんで踏み込んでみようと思います。おー、あー加速する。わすごいわ。なんかね結構モーター音がね結構大きく聞こえてきますね。でモデュール X はねこのかなりこのボディの空力性能というのを考えられて作られております。なのでねタイヤの周りのね乱気流とか、このボディのね下の巻き込みの風の乱気流とかを調整して、やっぱその辺もね走りが違ってくるみたいですね。まあ、特にねこういったワンボックスタイプは高速道路とかでねすごい風の煽りを受けますよね。その辺がねモデュール X はねかなり違ってくると思いますね。見た目もねかっこよくていいなと思うんですが、それよりもねこの直進安定性とかねカーブのね旋回性とかねやっぱり普通のねモデルとだいぶ違うなという感じがしますね。ではやっと渋滞も抜け、こちら50キロまで速度が出せます。ちょっと踏み込んでみましょう。わははは、何これ、すごいやっぱねなんかスムーズな走りするんですよね。この風切り音っていうのがねほとんどないような感じがしますね。それよりね中のモーターのねチューヒーっていう音がね聞こえてきます。いやステップワゴンってねこんなに上質な車だったのかなと思いますよね。うわすごい、ちょっと有り余るパワーって感じやな。後半グイッと伸びる感じ。すごいねやっぱ運転しやすいんですよね。乗り味もそうなんですが、この視界の良さとかねハンドリングの良さとかね女性の方にもね十分乗ってもらえる車だなと思います。すごいやっぱ車高はね高くて見晴らしがいいんですよね。結構ねこういったミニバンってね結構横揺れするタイプが多いんですが、このモデル X ねかなり改善されてますね。いやこのステップワゴンスパーダ、モデル X いやなかなか、高価なお値段するんですが、いや所有感は満たされると思いますね。はい、いかがでしたかね、ステップワゴンモデル X。 いややはりねこの空力を考えられたこのボディ美しいですよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでステップワゴンモデル X でした。じゃあね、バーイシュー。